総裁選を行った後に衆議院解散っていうことを持っていった。そしてその総裁選には菅さんを出さなかった。やっぱやり手やなって思いますね。あの人が悪党っていうのは間違いないけど、自分も幹事長っていう座は外れたけども、まあ、裏でいくらでも操れるっていうこともあったら、まずは自分たちの議席を最優先に考えるっていう、この幹事長としての最低限の役割っていうのは、やっぱあの人は選挙のプロ中のプロなんだなっていうことを改めて思いましたよね。ただそういうボーナスタイムが普通起こりうる内閣改造後でも、改造前より支持していくっていうのがですね、今後大切になってくると思いますので、一緒にね、元気で明るい未来を目指していきましょう。ということで今回は